あるエリアでたまに見かける小さい巫女っては何でしょうか。小さい巫女ってじゃないですか、この先新種族として選べるとか。小さい巫女っては小さい巫女ってでしょうが何ですかって聞かれても、うん、分かってるじゃないですかってことですよね。小さい小さい巫女ってですよ、分かってるじゃないですか。うん、まあこれから何かしらあるんですよ。あるからまあうろちょろしてるんだと思うんですけど、はい、あのキャラクターはあの僕は別にいいんですよ、うん、ただおかみとかがダメなんです。おかみあおかみなるほど、うん、あの僕が言ってるわけじゃなく、はい、ゲーム制作というのはですね今、うん、非常にこう表現の自由というものにですねいろいろなこう、はい、制約がございまして、レーティングとかね審査とか通らないと発売できない、うん、そうですね、回収されてしまうとか、はい、サーバーを今すぐ落とせとか、うん、ほら MMORPG だと特にこうお互いのキャラエモーションとかできるじゃないですか。そうですね。それでやっぱりこうね、うん、うん、ここまでにしよう。そうなんですよ。はい、でねこのそうこれも触れておこう。はい、ララフェラどうなんだよじゃあ。うん、あれ子供と見なされてないんですよね。おお。あんな頭がでかい生き物がいるかっていう。ああなるほどね。あれはだからおかみが気にしているのはそういう種族なんです。見えない見えないあれは見えない。なるほどなるほど。見えないです見えないです。なるほどね、うん、俺もそう思う。すっごい頭でかいでしょだって、うん、全然違いますよあれは。ララフェルですもんだって。ファンタジーですからね。はい、そうですね。危ないよ危ないよ。もうここまでにしよしここまでにしよう。そうなんです。なのでごめんなさい子供はうん、プレイヤーとしてはごめんなさい。そうですね、ピピンのいい声を聞いたら分かりますね、うん、そうです、そうです、そうです、子供じゃないですよ、はい、はい。